お前はもはや言葉は不要。今ここにあるのはただ闘争だ。強い。さすがはマダラ。俺には守るべきものがある。お前には負けぬ。甘い。さとは忍びはやらせる。うわ、落ちろ。見せよ、くらえ。行くぞ。何をやった。もらった。終わりだ、マダラ。なら、さっさととどめを刺せ。できないか。それが柱間、お前の甘さだ。くっ。俺の里を守る。何があろうとも里を守ることが何より人を、忍びを、子供を守ることになると俺は信じる。たとえそれが友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろうと、里に仇なす者は許さぬ。本末転倒だな。それが里の闇になる。いずれ俺はこの時覚悟を決めた。今を見守るために耐え忍ぶ覚悟だ。今マダラがどう復活したのかは分からぬが、俺は確実に友を殺した。里のために。そう、里とは、始まりにマダラと俺が望んだ里とは、一族と一族をつなげるものだった。無秩序から秩序を形作り、それを保つための大切な要だった。子供たちを守り、無駄な争いを避け、平和を実現するものだった。だがお前の兄、イタチが背負ったような闇を生み出してしまった。マダラの言ったことは正しかったのかもしれん。この状況を見据えていたのかもしれん。この状況を作り上げてしまった忍びとは俺だ。そしてそれを良しとした忍びも俺でしかない。そして思う、忍びとは目標に向け耐え忍ぶものだと。ただ何を目標に置くのかで忍びも変わる。俺とマダラのように。
忍びとは耐え忍ぶ者、目標を叶えるために。俺にとってそれが里作りだった。だがマダラは別のものを見つけたようだ。さっきオロチマルとやらが言ったマダラが復活しこの世の忍びを消すつもりとは、具体的にどのようなものかは分からぬが、無限つくよみ、里も忍びも国も民も関係ない。ただ全てを現実にはめ己の思い通りに操ることだ。俺の兄があんたたちが守ろうとしてきた全てのものを無にするものだ。ならばなおさらここにとどまっているわけにはいかん。果たして初代火影の話を聞いてあなたの考えはどうなったかしら。やはり刃を木の葉に向けるのか、それとも。許せサスケ、俺はお前にいつも許せと嘘をつき、この手でお前のことをずっと遠ざけてきた。お前を巻き込みたくはなかった。だが今はこう思う。お前が父を母を内葉を変えることができたのかもしれないと。俺が初めからお前とちゃんと向き合い同じ目線に立って真実を語り合っていれば、失敗した俺が今さらお前に上から多くを語っても伝わりはしない。だから今度こそ本当のことを少しだけ。お前は俺のことをずっと許さなくていい。だがお前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。俺は戦場に行く。この里をイタチを無にはさせん。決まりだ。では早速向かうとしようぞ。それがあなたの選んだ道というわけね。では見せてもらおうじゃない。内葉サスケ、あなたが起こす新しき風を。